いらっしゃいませ。ギターバイヤーの増田です。今回ですね、こちらの珍しくフェンダーですね、この渋々のですね、ヴィンテージです。1958年製と伺ってますかね、のヴィンテージのテレキャスターでございます。こちらをですね、ちょっと調整でお預かりいたしましたので、ちょっとこちらのギターについてですね、メンテナンスしながらちょっといろいろ見ていこうかなと思っております。はい、私ですね、メンテナンスなどを受けたまっております。取扱いの商品だったりとかメンテナンスについてはですね、概要欄の方からご確認いただければと思います。というわけで、それでは早速やっていこうと思います。はい、というわけでですね、改めましてこちらの1958年製のテレキャスター、こちらをですね、メンテナンスさせていただこうと思います。今回ですね、特別な内容はいただいてなくて、いわゆる全体調整ですね、少しこう置いてあったというか、あまりこう触らなかった期間が長かったということでですね、全体的にまあ簡易的なクリーニングだったりとか、基本的なメンテナンスですね、ネック調整から、弦高の調整、ピックアップの高さ調整ですね、そこら辺細かいところまでですね、ちょっと詰めていこうかなと思っております。というわけで早速ですね、まず弦を外していきます。ギブソンの弦を交換するときはあんまり使わないんですけど、まあ、巻くのが少ないんで、ギブソン巻きするとこういうですね、ワインダーみたいなのがあったら便利です。はい、というわけで弦を外すことができたんですけれども、ちょっと今見てて思ったのは、これブリッジ変わってますね。かなりこう古そうでいい感じの雰囲気のやつついてるんですけど、まあ、よく見たらサドルがブラスで、ネジがマイナスのネジがついていて、まあ、この辺はリプレイスの可能性も十分あると思うんですけど、あれですけども、ここにシリアルナンバー入ってますね。これはブラックガードの時期の特徴なので、これにはちょっと年式的に合わないですね。本来だったら、まあ、ここじゃないところにシリアルが58年だったらあると思うんですけれども、そんな感じでございますね。はい、というわけでですね、弦を外すことができましたので、クリーニング簡単にしていこうと思います。でこちらですね、今回ヴィンテージの古いギターなので、まあ、見ての通りですね、かなり、塗装自体もいい感じにバキバキになってますね。なのでちょっとポリッシュとかは使わないで、空拭きだけ軽くするような形にさせていただこうと思います。ただやっぱりホコリみたいなのは払いたいので、できる限りですね、あとは落とせるものは落としておきたいので、まずピックガード外させていただいて、その隙間のところとかですね、角のところぐらいまでは、ギリギリまではきれいにしておこうと思います。ちょっとネジ山が怪しいですね。でテレキャスターヴィンテージスタイルの場合は、フロントピックアップの弦高調整がですね、ピックガードを外してネジを調整しないといけないので、それもありますので、まず一旦ピックガードを外しておいておこうと思います。まあまあしっかり汚れてるんで、少しだけポリッシュつけますね。弱めのポリッシュをクロスに取っていただいて、軽く拭いていきます。これだけでもだいぶ汚れは、縁のところの汚れとかですね、気になる部分は取れてくると思うので、あまりまあやりすぎず磨いていきます。はい、ちょっと気になる部分の汚れは落とすことができたので、次ここもちょっと外して、このギリギリのところもきれいにしておこうかなと思います。もうこの頃もそうですね、ピックガードを止めてるネジとここのプレートを止めてるネジって実は大きさが違ったりするんですよね。細かい部分なんですけど、ここもですね、少しちょっと縁の気になる部分は軽く落としておきます。いい感じにやれてるのと汚いのはやっぱちょっと違いますからね。できる限りこういうところはきれいにしといてあげると、いい感じになるんじゃないでしょうか。ちなみにポットこんな感じですね。中身、これポットはちょっと最近のではなさそうですが、そうですね、あ、これは58年ですね。にしては綺麗な気がするが、そうですね、ポットはこれ古いものついてそうですね。
品質があったものついてそうです。セレクターもそうですね、ちょっとやり直したりされてますが、そうですね、この辺は結構当時のがついてて貴重なんじゃないでしょうか。はい、よし、まあ、テレキャスターはやっぱり配線をいわゆる現行品のカレント配線って呼んでますかね、にするっていう改造がこの頃のものは定番なので、まあ、触られてるのは多少しょうがないですが、はい、そんな感じでございました。ピックカードの方もですね、ちょっと汚れがついてる感じがするので磨いておきます。ピックカードは綺麗になったんですけれども、まあ、これもなんか雰囲気あるんですが、リプレイスですかね。はい、リプレイスですね。まあ、後でちょっとピックアップの高さをいじってから戻しますので、こちらは一回別のところに置いておきます。はい、というわけでですね、フレットですね、こちらのフレットちょっと綺麗にしていこうと思います。少しちょっと置いてあった、しまってあった時間が長いということでですね、まあまあいい感じに、いい感じにというかくすんでおりますので、この辺磨いて綺麗にしていこうかなと思います。まあ、リフレット普通にしてありますね。はい、リフレットしてあるんですけれど、まあ普通にこのいわゆるピカルですね、こちら使って磨いていきます。あとは雰囲気がすごいいい感じになっているとはいえ、指板面をピカールとかはあまりつけたくないので、こちらのフレットガードですね、使って磨いていきます。今ちょっとフレットを磨いたんですけど、どうですかね、分かりますかね。最後の2つのフレットは磨いた状態、その前の19フレット以前は磨いてない状態ですね。20、21が磨いた状態です。まあいい感じにくすんでというか、まあおりますので、かなり綺麗になりますね。引き続きちょっと磨いていきます。はい、というわけでですね、フレット綺麗に磨くことができました。いかがでしょう、ピカピカになったと思います。にしても雰囲気のある指板ですね。ヴィンテージっていう感じがすごく出てると思います。こちらですね、はい、ヘッドもいい感じでございます。ちなみにヘッド裏こんな感じですね。ヘッド裏もバキバキにレザーチェック入ってますね。はい、ボディの方もちょっと映してみましょう。こんな感じですね。トップですね、あんまりまじまじとこう50年代のテレキャスターを見るということもないかも、少ないかもしれないですね。はい、という感じでございます。はい、というわけで、まあフレットまで綺麗にすることができましたので、弦貼っていこうと思います。今回使う弦はこちらですね、お預かりしてます、エリクサーの弦使います。エリクサーですね、結構合うギター合わないギターあるような気がするんですけれども、まあ結局好みの問題ですかね。これはでもこのオプティウェブっていうタイプだったら、まあ普通のこれエリクサーって種類があるんですけれども、まあ皆さんご存知だと思うんですけどね、種類があって、このオプティウェブっていうのが一番新しいんですけれども、それまではナノウェブとポリウェブっていうのが定番であって、ナノウェブっていうのは、まあ、普通のコーティング弦ですね、一般的に多分一番普通と思われているタイプのエリクサー、それに対してオプティウェブ、すいません、それに対して、ポリウェブというのがあってですね、ポリウェブっていうのが、コーティングがより強い、コーティングが分厚いタイプなんですね。それですとですね、まあ、かなりジャズギターっぽい弦のイメージというか、いわゆるフラットワウンドの弦みたいな感じぐらいにですね、なるような音の丸さが出るんですけれども、このオプティウェブっていうのは、まあ、そのいわゆるナノウェブ一番普通のやつでも、エリクサーってこう触った瞬間エリクサー感がすごいですよね。あのなんていうんですか、ちょっとヌルヌルした感じ、コーティングの感じが強いと思うんですけれども、これはですね、パッと見というかちょっと触った感じはあんまりそういうエリクサー感が少ない、でもちゃんとコーティングができてるよっていうタイプで、最近人気のタイプですね。はい、こちらの弦買っていきます。でテレキャスターなんで、いつも僕レスポールやるときはそのテールピースに全て先に通してから弦張ってると思うんですけれども、まあ、テレキャスターも同様にですね、先に全部弦通してから巻いていきます。
はい、弦ですね、先にすべて通すことができましたら、いよいよ弦を張っていこうと思います。はい、で弦なんですけれども、言うほどですねすごいポイントみたいなのはないんですが、まあ、大体ですね、まあ、その弦にもよるんですけれども、フェンダーのタイプの場合とかっていうのは基本的にはですね、まあ、シャフトに上から差し込んで、ヴィンテージスタイルの場合ですけど上から差し込んで回していくっていうスタイルが多いと思います。なので、まあ、大体先に切らなくちゃいけないんですけれども、その長さですよね。大体なんかこう1フレット分下げるとかいろいろ言うと思うんですけれども、おおむねそれで正しいと思います。個人的にはなんとなくこう感覚的に決めていることがあって、このタイプって3弦にストリングガイドがないですから、3弦のテンションっていうのがナットに対して角度が緩くなりがちなんですね。1弦2弦はそれを防ぐ目的でストリングガイドがついていると思うんですけれども、これが3弦はなくて、かつ、ナットから一番角度が浅くなりがち、まあ、ボール、この引っかかる部分が低いからですね、高さ遠いからですね。なので3弦は少し多く巻きたい。でも全く同じ巻き数でももちろんいいんですけれども、まあ、その中で3弦は多く巻きたい。でプレーン弦ですね、1弦2弦、まあ、3弦もそうですけど 1,2,3 弦は少し多く巻きたい、まあ、それはいろいろこうずれにくいとかそういうこともあるんですけれども、まあ、見た目的にもですねバランス的にも 1,2,3 弦はちょっと多めに巻きたい、で3弦はその中でもより巻きたい、でそれに対して 4,5,6 っていうのは、まあ、巻き弦って太いんで、そんな何周も何周も巻く必要ないかなというのもあります。なのでちょっとこうバランスをですねなんとなく見て、巻き順をちょっとこうこっちに行くにつれて巻き数が少なくなって、少ないちょっと増やして、ちょっと増やして、多く増やして、まあ、ちょっと多い状態、渋滞じゃないですけどね、イメージだから3周5周で、あとはまあ綺麗にこう2周ぐらいになれば全体的に見た目的にも収まりがいいかなみたいな感じです。ただこの3つを同じ長さで取ってしまうと若干その巻き具合の長さっていうのは変わってくる、見た目が変わってくるよってことなので、微調整をなんとなく感覚的にしている感じですかね。ちょっと言葉でお伝えするのが難しいんですけれども、まあ、6弦でしたら、まあ、大体僕はこれぐらいですかね、大体なんかこう隣の2つ先のところで切るとかいろいろあると思うんですけれども、僕はこう1点、まず6弦は 1.2 ぐらいのところですかね、なんとなくですけど、で折ってここで差し込む分のところで切るみたいな感じで大体やりますかね。でこれぐらいの長さを取ってですね、弦をあんまりねじらないように、これもちょっとポイントなんですけれども、弦があんまりねじれたりしないように、こう巻いていきます。こうするとだいたいうまく巻き上がったところで、2周ぐらいの巻き上がりになります。ちょっと見せますかね、だいたい2周ぐらいの巻き上がりになるので、まあ、これぐらいだと見た目的にもちょうどいい長さかなというふうに思っております。でそれに対して5弦は若干径が細くなりますから、もう少し長さを取ってもいいかなと、 1.5 ぐらいでまあいいかなという感じで折って、先で切って、でこれをですねまた巻いていきます。これもまあねじれみたいなのが出づらいように、先にですねちょっとこう取って、なんていうんですかね、そのねじれみたいなのを取って真横にきれいに巻いていけると一番いいかなと思います。さっきよりは少し巻いてるというイメージですね。6弦よりは少し、6弦の方が太いんでね、あれですけどね、少し巻き具合が6弦よりは多くなるみたいなバランスで巻いてます。で同様に4弦ですね、まあ、少し 1.75 ぐらいにじゃあしておきましょうかね、まあ、でもそれぐらいな感じで2つ分取っちゃうとちょっと長い感じがするんですよね、まあ、全然それでも全然巻けるし、3周ぐらい巻いてやっても全然問題ないんであれなんですけれども、まあ、個人的な見た目の綺麗な感じはこの辺かなっていうところで調整をしております。はい、これで今だいたい2周、やっぱりちょっとですね、まあ、そんな感じでですね、まあ、2周ちょっとずつぐらい巻けるようにしていきます。で、3弦ですね、ここはちょっと多く巻きたいです。なので、ちょっと最初のこの位置から、まあ、これも個人的なあれなんでいいんですけど、別に、5弦まで持ってって、そこから1弦までの長さっていうんですかね、でだいたいいつも取ってます。そこで折って、あ、この折り目をちなみにちゃんと90度でつけとくっていうのも結構ポイントです。ずれたりしにくいですね。はい、でこちらも先に切って、はい、
これで巻いていきます。ちなみにこの切る時の残す長さなんですけど、まあ、すごい細かい話なんですけど、最近のやつよりもヴィンテージの方が刺さる深さが浅いんで、それによってちょっと具合を変えてもいいかもしれないです。ちょっとマニアックな話なんですけどね。はい、はい、今の感じでこう巻いてあげるとですね、わかりますかね、どこまでちょっとご覧いただけてるかわからないんですが、6、5、4の弦はだいたい2周ちょっとずつぐらい巻けてるんですけれども、3弦は結構5周ぐらいになったかな、5周ぐらいちょうど巻いてる感じです。これはこのナットに対して巻き数が少ないとナットにかかる角度テンションというのが低くなってしまうので、それを防ぐ目的、それを補う目的で、ちょっと3弦の巻き弦を多くするというふうにしております。こうした方が3弦がこうなんかミョーンみたいな、変な音が出たりしにくくなります。 1、2弦は、ヘッドから遠いんですけれども、ここのストリングガイドがその役目をしてくれているので、その必要はないです。ただまあ見た目のバランス的にもある程度多めに巻いておきたいかなという感じでございます。なのでまあ大体1、2ペグポスト1個、2個、3個分ちょっとぐらいですかね、3個分ぐらいまあ大体巻く感じでいつもやっております。はい、これで大体4周ぐらいになったかな、3、4周ぐらい巻けてる感じですね。1弦も同じぐらいの長さ取って巻いております。はい、というわけでですね、弦を巻くことができました。まあ2周、2周、2周、5、4、4、まあ、ぐらいですかね、4、3ぐらいですかね、週ぐらい巻いていい感じにですね、綺麗に整えさせていただきました。まあ、これぐらいが個人的にはいい感じ、見た目的にも綺麗かなと思っております。なんかメーカーさんによってはですね、新品の時からそういう風に巻いたりとか、あとジャズベースの3弦ですよね、3弦とかも同じような、エレキギターの3弦と同じような感じが起きやすいんで同じように巻いてたりとか、メーカーさんは本当に新品からそういう風に巻いて出荷してたりとか、まあ、こだわりのあるところはそういう風にしたりもしていますね。はい、というわけで弦を巻くことができましたので全体調整やっていきます。はい、それではですね、細かい調整ちょっと詰めていこうかなと思います。まずちょっとチューニングしますね。まず現状の状態区に対してネックの状態を見ておきますけど、はい、で弦を張ってどんな感じにネックが動くかでですね、ネックを調整するかどうかをちょっと考えようと思いますので、ちょっと行ってみます。あ、ほとんどネックが変わらないですね。あ、やっぱりね、50年代のネックは硬いんでしょうね、タイトなんですね。あんまりチューニングする前とした後の状態があんまり変わらないという、すごいいい感じのネックでございます。なんでちょっとあんまりネック今回はいじんなくても大丈夫そうなので、ネックポケットを外さずに済みそうです。はい、はい、じゃあですね、電光とか整えていこうかなと思います。まずちょっと電光が少し高く感じるので少しだけ下げようと思いますが、意外とちょうど2ミリぐらいなんですね。ちょっとバランスだけ整える感じにします。マイナスドライバーは、まあ、いくつか種類あると思うんですけれども、まあ、一番細いタイプですね、使って調整します。はい、大体ですね、6弦で2ミリ気持ち超えるぐらい、 2.1 とかですかね、 2.1 とかぐらいで、それに対して1弦が 1.8 ぐらいになるように今してます。フェンダー系のギターはなんか少し電光高めのセッティングですよね。フェンダーのカスタムショップとかも割とそういうセッティングが多いというか、まあ、本当に2ミリぐらい、1弦側でも2ミリぐらいっていうのが割とこうスタンダードな感じなので、ちょっとそれで調整させていただいて、ちょっと今音詰まりとかを見て決めていこうかなと思います。ちょっとナットが低いところがありますね。この辺はちょっと多そうなんですね。まあなんとか、
大丈夫そうですね。全体的にネックの状態が結構やっぱりいい感じなので、いい感じ、これぐらいの原稿でも全然大丈夫だし、音詰まりも今のところなさそうですね。気にならないレベルだと思います。ちょっと4ゲームが若干ナットが低めになっているんで、場合によってはナットちょっと変えた方がいいかもしれませんが、弾き方とかにも結局よるので、結構ギリギリのところなんで、よっぽど強く弾く方だと結構ナットのところでベリつきが出て、結構全体的にもナットが低いとナット以外のところにも意外と影響が出たりするんですけれども、まあプレイスタイルによって出る人と出ない人いるくらいな今状態なんですね。なので現状ちょっとこれで改めてちょっとオーナーさんには相談しようと思います。はい、そしたらちょっとピックアップの高さですね。テレキャスターなのでフロントピックアップとリアピックアップとバランスが結構難しいんですけど、あらかじめ確認した段階ではですね、そんなに違和感がなかったんですが、少し1弦側と6弦側のバランスが気になる部分があるので、ちょっとそこだけ調整します。最終的にはアンプ通してチェックしてからなると思います。で、少しですね、フェンダーのピックアップは若干遠いぐらいがいいです。というのも、フェンダーのピックアップはですね、ポールピース自体がですね、マグネットになっておりますから、これがですね、近づけすぎると弦に直接的に影響を与えてですね、弦の振動を妨げてしまう場合があります。なので、サスティンが伸びなくなったりとか、変な音が出たりとか、する可能性があるんですね。なのでフェンダーのピックアップはある程度透明を前提にセッティングした方がいいと思います。逆にギブソンに関してはピックアップ自体、ポールピース自体がマグネットではないので、ある程度近い設定にしていただいた方が音の明瞭さとかが出やすいです。で、弦にも影響を与えづらい。なのでそういう風にしていただくといいかなと思っています。今回ですね、現状でフロントピックアップで1弦側を 1.8 ぐらい、ちょっと近いかな、2ぐらいまでちょっと離しますね。2ぐらいですね、すみません、2ぐらいで、6弦側で 2.2 ぐらいになってるかな。で、リアピックアップが、リアが 2.5 の1弦側2ミリぐらい開けてます。最終フレットを押さえた状態ですね。最後のフレットを押さえた状態でそれぐらいの高さにしています。まあ、最終的に細かいバランスはアンプつないでみるんですけれども、とりあえずこれぐらいで調整して最終的なバランスを取っていこうと思います。はい、というわけでですね、ここまで調整ができたんですけれども、ちょっとさっき見逃しました、ちょっとストラップピンが緩んでるんで、こういうところはこまめに増し締めをしてあげてですね、不用意なトラブルを防ぐようにした方がいいかなと思います。はい、でオクターブチューニングですね、ちょっとしていこうと思います。といってもですね、このタイプ、3ベイですね、3ベイというか、まあ、3連のタイプなので、大体のチューニングになります。で、合わせるポイントは人によると思うんですけれども、大体その、まあ、1弦2弦3弦4弦5弦6弦というふうになってるわけですから、まあ、どっちかに合わせるとどっちかがずれるみたいな感じになるわけですよ。なのでこれはどっちを優先するかっていう話になってくると思うんですけれども、これはまあいろいろやり方あると思いますが、個人的には E の音1弦と6弦そして4弦で合わせます。別にこれ決まりがあるわけじゃないので、例えば2弦で合わせてもいいし、1弦と2弦を今回は1弦で合わせますけど2弦で別に合わせてもいいし、まあ、別に合わせる必要もまあないって言ったらあれなんですけれども、まあ、ある程度にしておく、間にしておくとか、まあ、いろいろやり方はあると思いますが、個人的には1弦、4弦、6弦を合わせております。生音から、まあ、倍音の豊かさというか、そういうのがすごい感じられますね。はい、というわけでですね、全体調整完了いたしました。最後ちょっとアンプに通してちょっとバランス取って、フロントピックアップですね、ピックアップのバランス取って、終了とさせていただこうと思います。
にしてもこの貴重なギターですね、調整させていただいてありがとうございます。ちょっと最後にもう一度全体を映しておきますが、58年製のテレキャスターですね。はい、さーっと、まあ、かなり雰囲気のあるヴィンテージらしいって言ったらあれですね、本当にヴィンテージらしい、本当にヴィンテージっていう感じのギターでございました。今回もですね、貴重なギターをお預けいただきありがとうございます。というわけでですね、私メンテナンス承っておりますので、よろしければ概要欄の方からですね、チェックしていただければと思います。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。